気象庁は香川県に記録的短時間大雨情報を出しました高松市付近で13時20分までの1時間におよそ90ミリの大雨が降っているとみられます災害の発生につながるような猛烈な雨です土砂災害が発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください